カシュミナが完璧な S ラインのボディを誇った。2日の午後にミナは個人の SNS にメボディとのコメントと一緒に自撮り写真1枚を掲載した。写真の中のミナは体に密着したレギンスを履き、完璧なフィジカルを誇っていた。ミナは贅肉が一切ないボディと長いストレートヘア、清純な美貌を誇示しファンたちの視線を引き止めた。またミナは韓国のスーエネンで今年50歳とは信じむずい童顔ビジュアルと鋭い V ラインで自己管理の達人の面を見せた。一方、ミナは2018年に17歳年下のアイドル出身歌手リュフィルリップと結婚した。Mnet キングダム、レジェンダリーを、視聴率 0.3% でスタート。1日放送の第1回では B2B、アイコン、SF9、ザ・ボーイズ、ストレイキズ、エイティーズの対面式が映し出された。イタリアのニュース雑誌パノラマの韓国はなぜ日本を超え世界を圧倒するソフトパワーが強国になったのかという記事が韓国で話題。日本の神話を消してしまったとも表現。また、韓流を率いる最前線に BTS、防弾少年団がいると紹介した。韓国で20代カップルが展示中の5億ウォン台の現代アートにペンキで落書き。作品の前に置かれていたペンキと筆を見て酸化型アートだと思い込んだとのこと。置かれていたペンキと筆は演出だった。